タルボ。タルボ、タルボット、タルボットともは、かつて存在した、イギリスの大衆車メーカー、自動車ブランドである。その歴史は、フランスとの関わりも強く、現在タルボブランドを所有しているのも、フランスの PSA プジョー・シトロエングループである。1903年に、フランスのクレメント・バイヤードを輸入販売する企業として、タルボ卿 W Ch、チャールズ・チェスインド、 タルボット、トゥエンティース・アール・オブ・シュルーズベリーの出資により、設立された。1905年にはフランスから完成車を輸入して、クレメント、タルボブランドで販売するとともに、部品を輸入して、ロンドンのノース・ケンジントンの工場で、組み立てタルボブランドで売り始め、1906年から1910年にかけて、50から60代、月の生産を行った。第一次世界大戦中には、 救急車の製造を行った。フランスメジエールの工場とロンドンの工場は別々に生産及び販売を行っていたが、1919年にイギリス資本でパリに本拠を置くなら、デラックによって買収され、ダラックが製造した自動車をタルボ、ダラックブランドで販売した。後年、ダラックは STD モーターズ、STD モーターズコングロマリットに再編出た。 1916年にスイス生まれのエンジニアであるジョルジュ・ローシュが設計主任になり、1920年代前半には14、45HP やタルボ105といった傑作が生み出され、1930年代にはローシュが設計したレーザーがレースで活躍した。1935年に STD モーターズが破綻、ルーツグループがクレメント・タルボを買収した。ルーツにとっては、 技術よりも利益が重要ということで、既存のモデルはシンプルにリバージされた。フランスの工場は、アンソニー・ラーゴ、アンソニー・ラゴが買い取り、後に、タルボ・ラーゴブランドを付けた。イギリスでは、1938年にサンビームとタルボを統合して、サンビーム、タルボブランドが生まれた。その生産は、第二次世界大戦中は中止されたが、1946年に、 再開された。1955年にはタルボブランドはなくなり、サンビームだけが1967年のクライスラーによるルーツの買収まで存続する。なお、タルボラーゴブランドは1958年にフランスの自動車会社シムカに買収され、1960年まで存続した。1967年にクライスラーが ルーツグループとシムカの両方を買収し統合して、クライスラーヨーロッパを構成する。この時代は、タルボブランドは使われず、クライスラーのペンタスター5房製のロゴマークとルーツグループ時代のブランドネームが1970年代に渡って使用された。クライスラーは、シムカの技術で、シムカオリゾン、ンカホライゾン、クライスラーホライゾン、クライスラーホライゾンを開発。 後のタルボホライズンとして、フィンランドのウーシュープン機工場で生産した。他のクライスラーベースのタルボ1510、英国名アルパイン、アルパイン、タルボソラーラ、サララなどもそこで作られた。最上級グレードは、ソラーラ VIP。1978年に、クライスラーヨーロッパ社は、フランスのシュトロエン、PSA プジョーシュトロエンに売却され、 それまでのルーツとシムカブランドの製品にリバジーするためにタルボブランが復活。イギリスでは1979年8月1日にクライスラーブランドの製品に一斉にタルボブランドが付けられた。ルーツで開発され、最後まで販売された製品はクライスラーアベンジャー。クライスラーアベンジャーで1981年末まで生産された。 1981年には小型ハッチバック車タルボサンビームの生産も終了した。1981年に PSA はフォードグラナダのライバルとしてタルボタゴーラ、タゴラの生産を開始するがイギリスでもフランスでも人気が出ず1983年に生産を終了する。1982年にタルボのエントリーレベルを担うサンドアハッチバック。 タルボサンバ、サンバが登場するが、これは、プジョ104のアレンジ版だった。1984年の末にアルパインハッチバックと、ソラーラサルーンは、ミンクスと、ミンクス、レイピア、レイピアにリバッジされた。それらの名前は、ルーツ時代のヒルマンミンクスとサンビームレイピアから取った。これらは1986年まで生産された。1985年末に、 プジョーはタルボホライズンをプジョー309に代替した。プジョーははじめこの車をタルボアリゾナとして売り出す計画であったが、タルボブランドをフェードアウトすることを決めた。ホライズンはスペインとフィンランドの工場で1987年まで生産された。1986年中にすべての乗用車が生産終了になったが、パネル版の商用車である。 タルボエクスプレスだけは1992年まで生産され、ここでタルボブランドは終焉を迎えた。2008年に PSA はルノーがダチアロガンを導入したような低価格市場向けのブランドネームとしてタルボブランドの復活を考えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。